カサンドラさん、この前言ってた作物どんな感じ？絶賛試行錯誤中だよ。まあもうできることも少ないんだけどね。大丈夫、カサンドラさんなら絶対育てられるよ。なんか私すっごい信頼されちゃってる？だってカサンドラさんは絶対に育てるまで諦めないでしょ。わかんないよ、好きでもないことを気まぐれでやってるだけなんだし。ううん、私も農家の娘だからさ、なんかわかるの。農作業ってほんと大変で、義務やプライドだけで続けられるほど楽じゃないって。現に義務もあったしプライドもほんのちょっとは持ってた私でも、ずっとサボりまくりだったし。でもカサンドラさんは自分の農地を縮小してでも完璧な仕事を目指してるでしょ。そんな人だから尊敬できるし、絶対に投げ出さないで育てるって信じてるの。なんか複雑だわ。え？一応褒めてるんだけど。わかってるけどさ、好きでもない農作業のことでそこまで信頼されてもね。悪い気持ちはしないけど。ならよかった。ま、期待されてる以上は裏切れないか。絶対にちゃんと育ててみせるよ。どこに行きますか？よし、行く。ちょっとだけ、よし、休んじゃおう。ちょっとだけ、はあ、寝ちゃわないようにしないと。ねえ、どこに行くの？よーし。あー、ごめん、ちょっといいかな。カサンドラさん、もしかして例の作物を育てる方法が分かったの？どうかな、やってない方法を一つ思いついて、それを試してみようと思っただけなんだけど、実はあの作物もともと結構特殊な環境で自生するものらしいのよ。だからオートの土があの作物を育てる環境に合ってないんじゃないかなって思ったの。つまり作物のあったところと同じような土にすればいいってこと？そうなんだけど、さすがに無茶かな。ふっふん、錬金術に不可能はほぼなし。似た土にするための肥料をちゃちゃっと作るよ。そう言ってくれると思った。さすがは錬金術師のライダさん。どんな土地で育ってたかはこれに書いといたから、肥料作りの参考にしてよ。それじゃお願いね。こっちも試行錯誤は続けてみるから。さてと、どんな土地で、うんうん、なるほど、こんな感じかな。こんなのはどうかな。熱い出迎えありがとうナフィ。もしかして俺の、せめて最後まで言わせろって。いらっしゃいクリフォードさん、今日はどうしたの？ちょっと話があってな。万が一盗難の恐れあるときは永久に滝壺に葬ること。え？何それ？
この前見つけた本に書いてあったんだ。この周辺で滝のある場所なんて数少ないからな。絞り込めば見つけるのは難しくないだろう。じゃあ今度こそ本当に宝物にたどり着けそうなんだね。やったね、クリフォードさん。ああ、まあな。お、あまり嬉しそうじゃないけど。宝が本当にあるなら、あの本を書いたトレジャーハンターは嘘を言ってなかったってことじゃない。なら、どうしてせっかくのお宝を持ち帰らなかったんだと思う。どうにもそこがわからない。ライザはどうしてだと思う？持って帰れないくらい大きかったとか、あったけど、すごい罠で守られてるとか？私にはわからないけど、手がかりが見つかったなら探してみようよ。実際に見たらその答えもわかるかもしれないよ。そうだな。ここでうじうじ考えてたって答えなんか出るわけねえし、自分の目で確かめに行くとするかね。この箱の中にクリフォードさんが探してた宝物があるのね。ああ、間違いないだろうな。こんな箱には似合わねえ。とんでもなく厳重な鍵がかけられてやがるしな。開けられそう？誰に言ってやがるんだ。俺が長年かけて積み上げてきた技術、全部つぎ込んで開けてやるぜ。絶対開けてやるからな。今の音、まさか。開いた、開いたぞ。やった、おめでとう、クリフォードさん。長いことこの時を待ってた。クリフォードさん、どうしたの？違う、こいつは宝なんかじゃない。どうしたの一体？
せっかく手に入れたのに。どんな鍵も仕掛けも解除できる道具。くそ、少し考えりゃ分かることじゃねえか。そんな代物個人が持つのは危なすぎる。使い方を間違えれば兵器にすらなりかねない。危険な罠が仕掛けられてたのも納得だぜ。作った奴らもそれを恐れたからさ。悪用されたらどうなるか分かってたから。あの本を書いた奴もこいつが宝じゃねえって分かった。だから異物と書いたのに。読んでる人間が勝手に男だとこっちにして。持ち帰らねえわ。トレジャーハンターが宝じゃねえものを持ち帰るはずがねえんだからな。そっか、せっかく見つけたのにちょっと残念だったね。いや、意味はあったぜ。こんなヤバいものをこんなところに残しておくわけにはいかねえ。ライザー、大昔の錬金術師が作ったこの遺物を現代の錬金術師のお前の手で葬ってやってほしい。できるか？もちろん、アトリエに戻ればすぐにできるよ。それを聞いて安心したさ。じゃあさっさと戻るか。どこに行くの？よし、準備できたけど本当にいいの？窯の中に入れたらもう取り返しはつかないよ。俺の答えは変わらねえ。さっさと葬ってやってくれ。わかった。それじゃあ。終わったよ。もうか。ずいぶんあっさりしてるな。作るのに比べればなくすことって簡単なんだよ。それって錬金術だけじゃないと思うよ。まあそうだ。なんでやれ、礼を言うぜ。ありがとうな、ライさん。でもこれでよかったの？宝物じゃなくても実際に存在はしてたんだし、本当にあったんだってみんなに証明することができなくなったんだよ。それも今となっちゃどうでもいいさ。実際にそれは存在して、俺はそれを掴んだ。あの本のトレジャーハンターが言ってたことも嘘じゃなかった。そのことを俺を信頼してくれているライザたちが知ってくれているなら、それで十分さ。第一、俺が求めてるものはお宝だからな。例えばそう、フィーみたいなやつさ。落ち込んでいる俺の心を癒すためにも相棒になってくれねえか。まだ気を許してはくれなそうだな。クリフォードさん、いっつも拒否されてるのにほんとめげないよね。当然だろ。手に入れるのが難しければ難しいほど楽しくなる。それがトレジャーハンターだからな。けどライザたちと出会ったことで俺はもう金で買えねえお宝を手に入れてるんだぜ。え、いつの間に？トレジャーハンターをずっと一人でやってたが、
にすごいお宝を手に入れたことはない。ええ、すごいお宝って何？わからないよ。大切な仲間、お前らのことだ。互いを警戒することなく一緒にいることのできる大切な仲間との時間。かなり遅れたが、俺にも青春ってのが来たように感じるぜ。どこに行くの？何をしようか悩んじゃうな。どこに行こうかな。よし、行くぞ。これで大丈夫。お待たせ、頼まれてた肥料持ってきたよ。すごいな。栄養剤の時も思ったけど、ほんとあっという間に作るよね。褒められるのは嬉しいけど、これでダメだったら私かっこ悪いな。協力してもらってダメだったら私の方もかっこ悪いと思うんだけどね。その時は二人仲良くかっこ悪く次の方法考えようよ。楽しそうだけど、できればちゃんと育ってほしいな。当然その方がいいに決まってるけどね。私もさ、これをちゃんと育てられたらライザに聞いてもらいたいことがあるし。なんだろう、相談か何か？まだ秘密だってば。ちゃんと育つの祈ってて。ねえ、どこに？よし、ちょっとだけ。よし、休んじゃおう。ちょっとだけ。よし、休んじゃおう。どこか行きてえのか？よし、行く。肥料はちゃんと効果あった？ああ、すっごい効果あったよ。やっぱり土壌が問題だったみたいね。ふ、とりあえず成功したみたいでよかった。それでどれくらい育った？これくらいかな。ついたの？あの肥料使ったらあっという間にね。これがすっごい甘くて美味しいのよ。ねえ、私にも味見させてよ。おっと、味見はいいけど、ライザには一つ重要なお仕事を頼みたいんだけどな。知っての通り、あの作物が実をつけるまで本当に苦労したのよ。そんな私をねぎらうために、この実を使ったお菓子を今度はライザに作ってほしいんだ。私も肥料作ったんだけど。まあまあ、そう言わずに、お得意の錬金術でちゃちゃっとお願いするね。錬金術師にお願いするようなことじゃないと思うんだけど。まあまあ、そう言わずにさ。ほら、相談したいことがあるって言ったでしょ。おいしいお菓子でも食べながらゆっくり話そうよ。まあ、前はカサンドラさんに作ってもらったし、今回は特別だよ。どこか行きてえのか？よし、こんなの
もどうかな。どこか行きて。よし、こんな感じかな。よし、できた。ライザー、頼んでたお菓子完成したっぽいね。すごくいいタイミングできたね。今ちょうど出来上がったところだよ。だと思った。アトリエの外までいい匂いしてたからね。早速いただくとしようかな。いやー、美味しかった。ライザの作ったお菓子最高だったよ。そんなに喜んでもらえたなら作った甲斐あったわ。前の実もライザに渡した方が美味しいお菓子になったかもしれないな。ところで、私に聞いてほしいことがあるって言ってたけど、それってどんなこと？最初にライザに栄養剤を作ってもらった時からなんとなく思ってたんだけど、作物を育てるのってさ、すごい大変だし、うまく育たないとさ、超悔しいのよ。育ちはしたけど実をつけなかったり枯れたりしたものも何本もあったりして、正直すっごいやきもきしたけど、なんか新鮮でね、悪い気しなかったのよね。それって農作業を好きになれたってこと？多分そうじゃないと思うな。ただ今までずっと変わり映えがなかったでしょ。だからやりがいも目標もなく、だらだらと続けていた感じだったのよね。けど前にライザがさ、私のこと褒めてくれたでしょ。尊敬できるし、絶対に投げ出さないで育てるって信じてるってさ。複雑とは言ったけど、まあ嬉しかったのよ。あんな風に褒められたことなかったからね。私は思ったことを言っただけだよ。だから嬉しかったんだろうね。それで一つ目標を作ってみたのよ。今度はライザの手は借りずに、私自身の手であの作物を育てる方法を見つけるってね。それ本当？うん。試行錯誤しながら何かを育てるっていい刺激になると思うしね。それでいつかは休耕地の全てを使って育てたいと思ってる。こんな美味しいお菓子になるんだから、絶対みんなも欲しがるだろうしね。うん、いい目標だと思う。私応援するよ。ありがとうね。まあうまくいくかどうかは正直わかんないんだけど、せっかくできた目標だからね、とりあえず全力で頑張ってみるよ。おう、どう？